おはようございます。ポニーです。今僕は徳山駅に来てるんですけど、私服の企画を用意してまして、超楽しい企画になること間違いなしなので、あの二人を待っておきたいなと思います。笑ってる。はい、集合してもらったということで、はい、改めましておはようございます。おはようございます。このオープニングはやばいね。いややばいね。何か匂う匂う、はい、そう。まあ、でも本当にね、この間のイメテラお疲れ様でした。ありがとうございました。あ、決めたね。決めた。あん時めちゃくちゃ酒うまかった、うん、どうでしたイメチャレは。いや疲れたよ。精神的にもめちゃくちゃ疲れる。あ、やっぱそんな2人をね、癒す企画を、最高のね企画持ってきました。はい。今回は我がチームの天才たち編集チームと4人でやって企画を持ってまいりました。え、それがあの島のスタートやったよ。それはもう疑いすぎっす。大丈夫です。今回はそんな二人を癒す最高の曲持ってきました。題してボーターズと行く慰安旅行、絶対に温泉行ける旅。温泉？え、温泉やったらここなん？前キャンプ行ったじゃないですか。キャンプ行った、行った夏だよって、はい、行った。それのちょっとまあ秋冬バージョンというか。あ、そういうことね、はい。まあ、夏といえばキャンプ、秋冬といったら温泉ってことで、温泉、うん、で今回は軍資金も安心安全の3人で2泊3日で10万円出します、はい。もうそれがアウトなんや、はい。それが毎回言うけど、はい、2泊3日で大人3人10万足りんて、はい。まあまあでもまあまあ軍資金は10万なんですけど、まあ、ルートとか聞いて、まあ、どこに行くかってこと、はい。まずは今日は徳山で開催中の G1 に行きます。これは優勝戦。そう、最終日なんや。優勝戦2日目は若松でもう G1 開催されてる、ね。あ、そうや、これも優勝戦みたいな。あ、そっか。え、優勝戦はしご旅。はしご旅です。ほんに、はしごした後に最後太郎さんが好きな女子戦、うわ、芦屋の G3 リリース。ちょっと待って、鼻血出るで。そんな鼻血出る。その流れで言って鼻血出るで。問題はやっぱり2位。そう、この10万をどう使えるかやけどね。まずルール1、今回は1日目と2日目の終わりには必ず温泉に行きます。おお、マジで。え、ってことはお金は、もちろん軍資金の中から。それなんよな、強制的にお風呂に入れってことやろ。そうやね。まあないと思うんですけど、もし万が一負けた場合は宿代を極限まで削ってスーパー銭湯に行ってもらいます。ここだとか北九州の周辺をうどじょうとするとなんで、最高の節約ができるリトルアジア小倉さん、あ、こちらもございます。そうやな、シスさん あのご用達のお宿で、うん。ルールにはいつも通り1日4レース入ってください。これっていつも通りになったんだ、このルールって。あの尺の問題。ああ、そういうこと。ルールその3、今回も1人ずつ船券を買う交代ドラフト制度を導入します。船券を買った人が次に買う人を指名する形にするので、うん、船券決めるのは1人でアドバイスするのはありでしょう。はい。で、まあ、あとルールの4つ目なんですけど、前回のキャンプの時に目玉となったこの中、あそこから始まったよね。始まった。あの楽しみくじという概念を崩したくじ。楽しみという言葉の定義が由来だ。由来だ。それも、まあ、ちょっと違うバージョンを今回用意してますんで。違うバージョン。今回スクラッチタイプとか。スクラッチタイプ。まず物から見せていいですか。あ、物から見たい、はい、見たい。ちょっと待って。お金。物？これです。最高。え、ちょっと待って。サイコロのこの数はチンチロなんよ。はい、チンチロ。これチンチロやったことないんだけど、どういうこと。これを振って、うん、あの、はい、この出目によって役が決まるよ。はい。え、ちょっと待って、俺先に言っていい。俺チンチロガチでやる。ガチで。中学校の時にめちゃくちゃやってたっけ。何をやっとんだ。何をやっとんだ。え、あ、今回はそのチンチロを使って軍資金を決めてもらいます。あ、そっち？意味が分かんない。マイレースごとに船券を買う人がチンチロをやって、その手目で使える資金が決まります。え、その資金こっからやろ。そうです。全然楽しくないやん。え、いや強制的に2万使えとかなっちゃうってこと？いや、うん、と思うじゃないですか、うん。出目によっては資金以外から出ることも、うん。分かってるね。いいね。分かってる。最高やね。それよそれ。チンチロの出目、うん、はい、ここに入ってるんで。試作もらうけど、はい、ちょっと作ってきました。え、ここ開けていいの？はい、いい、開けて、はい、手書きやな。え、ちょっと待ってよ。
金ゾロが出たら軍資金外の3万円で勝負。うわマジで。えしかもちょっと待って、金ゾロ以外のゾロ目は好きな額と払い戻し額の 1.5 倍もらえる。ボーナスガチャ出すで、マジで。えこれマジで出すで、俺これ出たら激アツよ。激アツ。えこれちなみにチンチロで大事なのが何回振れるかな。今回は3回まで振る。あ、そうなんや。振り直しもできる。できるできる。もう目が出たらその時点で確定。2つ同じ数字が出た時点で出目が確定するんですけど、例えば223だったら2が2つ重なってるんで残りの3が出目になります。3の目、好きな額をかけていいよってことだよね。そうそうそう。で、4の目に気持ち悪いルールがある。今視界に入っている赤と青の服着てる人の数かける1000円って意味がわからない。それは徳山さん舐めすぎです。はい。舐めすぎです。いません。いやいやいや、舐めてるじゃないですかそっちの。僕らはいると思ってやってるんで。そういう感じで組目ごとにまあ資金の決め方が変わってくるってことですね。はいはい。だからさらにボーナスガチャっていうのが、うん、書いてある。ちょいちょいここボーナスガチャとかあるよ。ピオネとシゴロとゾロ目ガチャ。もしくは回収率が 300% だった時はボーナスガチャが増す。ああ、じゃあ前より結果いい条件にはなってんだ。前 300% だけやったやん、うん、そうですそうです。じゃあとりあえず車の方まで行きましょう。面白いな。じゃあこんなルールなんや。はい、じゃあ絶対に温泉行くたび1日目徳山に行きたいと思います。行きますか。はい、G1 の優勝戦、はい、菊池選手の1号艇の優勝戦を見たいね。本当ね、楽しみやね。行きましょうか。安全を受けていきます。これさ、ちなみになんやけどさ、はい、レンタカー代はかからないね。うん、あ、レンタカー代はもう、はい、ちょっとこっちでご褒美ということで。ガソリン代とか高速代はどうなの。ガソリン代と高速代はもう軍資金の中。軍資金の中から。はい、いや、そこはさ、いや、そこはちょっとね、そろそろつきそうですね。うわあ、マジで今日天気良すぎて、はい、もう最高のボート日和やね。最高ですよこれ。マジで1年の中で一番いいぐらいの、ね、いいぐらい。やっぱね、徳山といったらね、こっち側のね、遠州がめちゃくちゃ見えやすい。めちゃくちゃ 近いんだよね。さあ、そしたら早速やけど、うん、誰から行くかってのを決めようか。はい、じゃあ、第1打席目、はい、行きたい人。じゃあもうじゃんけんで決めようか。まあまあじゃんけんか。いきなり来た。僕からは一番バッター僕に。オッケー。じゃあね、早速僕が金次郎。あ、いいっすか。行くわけね。あそこでやる。ちょっとあっちやる。あ、いいっすか。あっちやる。いいっすか。じゃあ僕、うん、1回目、うん、行きますね。はいはいはい。まず正面だけいいやつね。よし、うん、うわ、来た。待って、待って、なってる。いや、いいやつじゃない、それ。一の目や。それどうなんの、一の目。好きな角で跳ねて、ボーナスガチャもいける。おお、早速引いた。来た。めちゃくちゃいいの引いてるやん。やった。ボーナスガチャ、これ、今今です。今引けるの。今です。行く。行きますね。はい。行きます。ボーナスガチャ、1回目。ひふみさいを使う。ひふみさい。ひふみさいって何？多分1、2、3のサイコロ使うんじゃないの。え、そんなサイコロあんの。そんなないやん。いかさます。え、見して。え、1、2、3しかない。あ、マジで。ひふみさい。うわ、ほんとだ。全部1、2、3しかない。やっぱこの人やってるわ。誰が どう使うのこれ。本人が次するときにこの1、2、3を使うの。僕の次の人。あ、次の人が、はい、あ、オッケー、え、じゃあいいやん。え、タムちゃん、このひふみさいって俺らに有利になったの。有利。だってゾロ目で安くなったろ。だけど結構いいの引いてるで。引いてるさなかちょっとリレース目が始まっちゃいましたね。まあ、これ次のレースやね。はい。じゃあ、俺が聞きたいのが、はい、ロマン砲っていろんな形があるわけじゃん、はい、インからもう本当に絞り込んでいくロマンと、インが飛ぶパターンのロマンとかいろいろあるわけじゃん。どっちを今日は狙ってるわけだ。今日は僕はイントビ4つを狙いたくて、はいはい、5レースがちょっと松井選手なんですよ、うん、松井選手のインセンって意外と最近結構飛ぶパターンも多いですよね。はあ、多い。一般戦の1号で逃げてるんですけど、はいはい、グレードレースの特に G1 前の、カラスとかのインセンこぼしてるんですよ。そうだ、逃げれてないよ。
基本5レースを狙いたいかなと思って。さあ、天井あったけど、ポニーはこのレース入りたかったんやろ。そうですね。あ、これね、俺としてはイニゲ79で、あ、高いですね。高いんよ。俺はいいんかなって思っちゃってて、はいはい、誰に負けるんだろうっていうのがちょっとこう疑問な。そうね、準優もギリギリやったしね。そう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 。緊張しますよ、1戦目。じゃあ1戦目、これでいきます。2345、頭の一軸、うん、1、はい、あ、松井選手軸ね。そうです。で、6切り、うん、各500円なんですけど、うん、で、計1万2000円。え、結構いってない。おー、いったねー、1万2000円。10万円のうちの1万2000円で、ただ次がね、サイコロがあるからってことで、ね、そうそう、格変モードで熱いんで今4号が来たよ、それ、はい、なるほど。 OK、ちょっと水戸に行きますか。持っていきます。兄さんがスタート行ってくれたら、どうだ、これスタートどうだ。あ、4行ってんじゃない。4行ってるかもしれない。いや、どうだ。あ、ちょっと死んでいた。いけた、いけた、いけた、これはやばい。ここ勝負、ここ勝負、勝負、勝負、頑張れ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 、いやー、逃げたか。2マークなんとかならんかな。バッチリやったね。いやー、でも攻めた結果けどね、ロマン派はこれやけんね。うわー、ただ次は記念会なんで。そうなんよ、次に指名制なんで、僕は指名するんですよね。そう、そうそうそう。これ前の旅動画見てない方のために言うと、はい、この指名制、自分を指名することもできた。できる。いきますね。誰だ俺。そう。だから実際本人が選ぶけど、3人の誰かが選ばれる。次に、行ってもらうのは、シーさんでいきます。あ、シーさんでいい。俺が。シーさんでいいね。シーさんでいい。俺じゃなくていいね。はい。で、俺がひふみさいを投げる。うん、確かにね、チンチロ初心者はひふみさんスタートがいいかも。ああ、そうなの。そう、え、最初にあのサイが揃う楽しさを分かってほしい。はいはいはい。オッケーオッケー。え、じゃあこれ行こうか。さあ、シシさん、やろうか。やろうか。チンチロっすね。で、これ振り直しはダメなんだよね。もう1回きりなんだ。いや、3回までいい。役が決まったらもう振っちゃダメって。そう。あー。で、この中のどれかが確立するともうそれしれんけど。なるほど、なるほど。マジでピンゾロ、ピンゾロ。いくよ。はい、あ、なんて、なにこれ。3や。そう。ね、好きな額。これってめちゃくちゃいいチャンス、棒。棒に振った可能性ない？まあいいんじゃない？いいんじゃない？で、このレースは入る入らない？悩んでて、俺はインからやと思っとるんよ、はい、ただ、1が逃げた時に3号での古澤選手はないと思っとる。ちょっと考えます。はい、今回はイン逃げ。イン逃げね、イン逃げで。水島選手だもんね。そう、で245、2456っていう回目で3号と完全に切ってる。合計で1万5000円。ほら、ポニーがミスったところをリカバリーしようっていう考えなわけ。逃げれそうよね。逃げれそう、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 逃げれそう。逃げた、逃げた。あ、いいんじゃない。あ、待って、刺さってるかも。やばい、やばい、刺さってる。いや、いや、危ない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 。126の方がいいね。だったら126だったら126やね。勝負になってるよね。あ、いや、先に回られた。どうだ、6個い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 。どうなん、どっち。いや、いや、いやー、4個いな。あ、4やな。あー、うわ、だいぶが、うわ、半分くらいだった。次、ポニー。ポニー行くか。これなんでか、理由もある。何？7レースめちゃくちゃ俺荒れる匂いを感じてる。じゃあチンチロ行きますか。行きます。じゃあ行きますね、普通に。うん、行きまーす。せーの。うわっ、3か。3だ。3の目。ちょっと待って、3はあれじゃない、好きな額や。好きな額か。なんかしょぼいなー。これは太郎さんのデータ的にはどうなんですか。イン逃げ、イン逃げ82なんよね。
いやーちょっと入りたくないですね、じゃあここは。剣する？はい。逃げから絞って入るかどうかを検討しよう。1、2、1本でいってます。1、2、1本。ちょっとまあ6号ってさすがにきついじゃないかなっていうことで、1、2、3、1、2、5。うわ、2点。いや、終わっちゃうんだよ。終わっちゃう。あるぞ。見え、あ、待て、1となった。やばい。そして、いや、来い、帰ってこい。あー、1、3、2か。ちょっと不穏な空気が流れ始めたね。いやー、タラさんすいません、ちょっと外しちゃいました。いや、でも俺らもあれ1、2押しやったけんね。だけどさ、本人のせいじゃないけん、あれは太郎さんのチンチロと予想力に頼らないといけない感じやってます。マジで俺、はい、中学3年間の青春はチンチロに捧げてきた男やった。あの、これ、わかんないですけど、あんま言わん方がいいんじゃないですかね。なんでなんで、いや、自信の、みんなが遊戯王とかしてる横で俺らチンチロしてる。俺ちなみに今、残りが7万2000か。はい、これ7万2000やったら、行ける温泉のグレードってどれくらいなん？スカイリゾート。いいやん。え、ちなみに10万円超えてくるといくらぐらいのとこ行ってる？10万円超えてくると、部屋にこういう、インフィニティ露天風呂みたいな感じ。これちょっとシシさんに黙っとこうか。サプライズしようよ、これ。あの子純粋やけんさ、こういったとこさ、すごい喜ぶと思う。さあ、場を開いてもらおうか。俺タロとね、場を開いてもらおうか。俺タロとね、3、4年近くおるけど、一番楽しそうな顔してる。はい、フィールド。フィールド。フィールド違う、場。場、はい、場。これ、はい、場。来た。じゃあちょっと準備させてもらいますわ。はい、流してる。なんか並べてるよこの人。なんかロコがいっぱい揃ってる。言ったらここまではみんなやる人おるんよ。うん。違うんよ。こっから大事なのがトルク、回転数って見ないけど。はいはいはい。トルクは合わせるが大事。この手首を返す時の回転数を同じにすることによって、うん、出目が同じやつができる。ってことはもうこれ激アツの状態ですね。邪魔してるよ。いくよ。まだ無理してめなし。いや違う、今のはトルクが合ってなかった。あ、こうやってやっちゃうとダメですよって言った。ちゃんとね、ちゃんとやっぱね、行くよ。うわー、やばい。ちょっと待ってこれめなしいの？いや、めなし。あ、これちょっと待って、めなしの時どうなるっけ。めなしの時は軍資金の半分をベッド。オッケー、行こうぜ。オッケー行こうぜじゃねえ、全然オッケーじゃない。ちょっと燃えてきたね。これやね、チンチロの面白さとは。行くよ。頼むね、マジで頼む。もうズルしてでもいいよ、頼む。ズルしてね。ごめん。さあ、ドラマやってきたね。ドラマやってきたね。これ。俺が当てたらいいんやろ。半分、え、だけ7万2000やけ。3万6000かけて当てたらいいんやろ。ちょっとごめん、あのチンチロもうちょっと練習室や。ごめん、ちょっと今日手首があんま調子よくない。手首練習でなんか泥目出すからや。さっき練習で泥目出してたから。あんなとこでぶつかる。で、予想なんやけどね、展示で分かるのは4号手の中田選手がめちゃくちゃ悪い。船向けたら暴れちゃってるもんで、全然4号手の気持ちなしじゃないなっていう感じ。なるほど。で、3号手の守屋選手は予選成績悪いけど、そんな軽視できる感じではない感じがしてて、そこ的に見るとイン逃げるとは思うよっていうような感じだったね。シさんと同じでね、俺もノーコート持ってるんよね。イニが82なんよ。本人のイズムを引き継いで絞る。いや、でもマジタロちゃんならありえると思っちゃう。俺もおる。うわー、激アツあんで。え、ある激アツあんで。来ました。うん、来た。こんな声でかくね、激アツあんで。熱いっすよ、これ言うとき。本当にさっき言ってたとこ行けるってことよね。俺の夢一個叶えれるよね。逃げそうな。よし、買ってくるわ。あー、ハーフベッド買ってきたよ。うん、来ま
ました。でもこれ相当自信あるって言って書いとったの、ね、今回一応苦手、足、はいはい、まず基本的に一応苦手ない、うん、でこの一応苦手、足何かって言ったらそれにあの出目の高いところを追加で入れた形が足、うん、まず今回1号艇逃げ、もう逃げの方向やったね、お互いで2着に2、3、4、5、はい、で3着には2と4、これは、AI3 連対率と SGG1 での3着率が高い4入れた。シスさんが4はないって言ったけど、これね2着はないって意味、うん、でそれで最後足など1、3、5だけ追加レベルの高さ、うん、でこれね今度7点やから綺麗に割り切れんかった、うん、割り切れんで、資金配分1000で、これ資金配分の都合で1000だけ入れれんかったよね、うん、はいはいはい、だからちょっとあのここはもう3万5000でいく、もう大体の半分だよね、半分いってる、なるほど。1号艇逃げて、まずスリット横一線、ここで横一線来てほしい、マジで横一線、あ、でもいいんじゃないか、スリット横一線、マジで横一線、いいよ、ナイススタート、オッケー、まず逃げた逃げた逃げた、オッケーオッケーオッケー、1号艇一定心前で取るで、で3号艇外が思いっきり回っていこうかな、チャンスよ、来い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 、あ、待って待って待って、1、2やったら、待って待って待って、1、2やったら、1、2、4しかない、やばいやばい、1、2、4しかない、4、5超える、いやーやばいやばい、これマジでやばい、マジで森谷選手頼みます頼みます頼みます、マジで森谷選手頼む、入ってこい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 、いやどうなんだ、いや届いてるんじゃない、まだ分からん、森谷選手、いや勝負なってる、今俺、まあ、届いてる、勝負になってる、森谷選手届いてる、1、3で、マジで1、3、風が強すぎる、1、3で、ミボリン帰ってこい帰ってこい、危ない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 、え、135持ってる？ 135 ね、足入れてる、うわよっしゃー、オッケー、ストーそんなことある、オッケー、そんなことある、足でね、1個だけ追加してる、そこで、でも、いいよ、風が強いで、いや、そうなん、天空とかもありえるから、そうそうそう、それだけ、それだけ、本当に今2号艇が危なかった、本当に危なかった、うん、終わった終わった終わったと思った、俺もマジ終わった終わった、あれ13の中で5はね、売れてる方やったんだ、ちょっと待って待って、これね、つなぐよ、これ21倍以上ついてたらやばい、それはないんじゃないかな、でも確実にスタートラインに戻してるはず、これ音に聞こえない、ちょっと4.3倍か、あ、1300円、あ、でも戻ってない、65,000円、おっすっげー、え、戻ったのほぼ65,000円、3万戻ったの、戻ってる、10万戻った、いやちょっとオッケー、戻したよね、フラットでかい、戻したね、あのこの現時点での温泉はどこ、今どこの辺、10万前後、ゆかりリゾートね、それだね、いや、いいよ、正直俺ゆかりリゾートでいいけど、ポリーとさっき話したのはそこじゃなかったよ、俺やったら、うん、もう4レース消化してるけど、もう1レースやろ、行くよ、3年間付き合ってきて分かります。本人も1年半ぐらいしておるやんね、はい、気づくよね、はい、今誰が一番熱い男が、はい、次の打者、シュシュマル、よし、行こうぜ、行こうぜ、熱いね、これオッケー、繋いだね、すごいだろ、繋いだ、繋いだろじゃん、びっくりした、俺今多かった、めちゃくちゃ息ついたけど、俺終わったと思う、次は6万乗せ、いやー、太郎さん、ありがとうございます、戻した、もういや、でもこれは流れを作った件が、うん、こっからよ、そうやね、逃げなしでやったじゃないですか、だからこそね、スピンの半分オールインで増やしたんで、そうやろ、俺だけね、あの時わざとちょっと外したんや、嘘つけ頼みますよ、実は運命の実況です、はい、え、いい、いいよやるよ、うん、はい、来い、あー、なし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 、いや、あと2回振り、あと2回、目なしは結構きついよ、もうここで、うわーやばい、目なし、待って待って待って、あと1回、あと1回、あと1回、これもう1回目なしやったら軍資金の半分ベッド、5万円ベッドになります、俺と同じ気持ち味やっていくよ、で、目が出る確率は 50% なんやね、うん、50%いくで、うわ危なっ、待って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 、何、いいの引いた、いいの引いた、好きな額&ボーナスやった、1出した1ちゃういく、来た、まず好きな額は後でいいやね、うん、でもうボーナスガチャいこうで、いく、ナイスシスさん、これめちゃめちゃいいの、いいだ、これめっちゃチャンス、めっちゃチャンス、で今皮膚ミサイが存在しとるっていうのは分かってます、はい、まだあるんで、じゃあ、いや、ここね、ボーナスガチャで
ボーナスガチャでラッシュ入れれる可能性あるよ。いいよ、しーさん。いくよ。どう？どう？は？いい？ちょっと待って、いい？いくよ、タルちゃん。ボーナスなはずよね。タルちゃん。知らん、知らん、知らん。どこだ？あんま見えんかったっすけど。ね、シンプルにシシマルが1枚失います。自腹で編集チームにプレゼント1万円くらいでお願いします。ボーナスや。相変わらずこのガチャクソやな。何のボーナス。あの今回分かったのがガチャ引かんように行こう。ガチャ引かずに行こう。ゴミだ。ゴミガチャ。ゴミガチャ。よし、じゃあもうこの流れで予想しようか。何の流れや。ここ入る。そもそも。いや俺入りたいな。あ、マジで、うん、俺は1号手の腹が出てきついか。次のとこどっかに。そんな強く逃げれる。そうで、あとは好きな枠いくらいくか。そうやね。いや、そこはね、俺らの資金配分アーティストとして、はいはい、そこはちゃんと見せてほしい。10ですね、これできます。あ、来た来た来た。はい、買ってきました。今回ブス島切りします。イエーイ。ブス島選手の足の差がひどいみたい。もう悲観的なコメントばっかりやった。で、フランスも実際悪い。もうとにかく暴れちゃうことで、俺は1、2、3、5、2、3、5、6。あ、なるほどね、9点。これ、金額が大事なんです。3万5千円。え、これなんでそんなことしたの。うん、こんなんあったら太郎の夢、うん、叶えられるわけでしょ。知らんやろ、でも俺の夢何か。何にも知らないから。オッケーオッケー。とにかくブス島選手が今回だよね。そう、カナダ選手が逃げてブス島選手が今回だよ。4号手のブス島選手を飛べばいい。スリートヨコイステン、ヨコイステン、いいんじゃない、いいんじゃない。ナイススタート。こうなったら足が触れる。絶対逃げる。逃げて、まず逃げて、わ、ブス島選手ハマってる。来るな、4来るな、1、3、4、熱い、熱い、熱い、待って、どう考えます。1、3で4がこんければいいだけ。4がこんければいいだけ。4、外出されてる、出されてる。ブス島選手来るな。6でもいいよ、6も持ってるよ。サルちゃん、6も持ってる。いや、いいんじゃない。マジやばい。いや、マジやばい。よーし、どう、ちょっと待って。6、6、マジこのまま、マジこのまま。よしよし。いや、もう大丈夫よね。いいよ。よし、あとはいくらなるかよ。マジあといくらなるか。いや、いい流れ。マジでいい流れ。これやっぱ、14が売れてるの。これ14がめちゃくちゃ売れてた。あ、そうなんや。その4を差し切りしたらもんね、もっと高い。マジいいとこ止まれんじゃない。え、ちょっと聞きに行こう。4.2枚。おお、オッケー、いった。3800ってことは7万6000。オッケー、よし。4万ぐらいくらいだな。え、じゃあ、あとプラ1万円で太郎の。え、マジで。オッケー、シスターナイス。オッケーオッケー、これは増えた。おーい、だいぶでかい。おっしゃ、ということで76,400で来てです。ちょっとガチ会議しようか。ガチ会議しようか。だから今シスさんが当てたことによって、まあ、結構資金プラスになったし、うん、その前にシスさんが次誰行くかをちゃんと示して。あ、そうやね。ここで終わってもいいし、うん、ここは太郎を示す。じゃあ俺このレース前付けから入らん。うん、それは OK。で、この後どうするかをちょっとガチ会議しよう。はい。ああね、ちょっと腹減ってるやろ。ちょっとお腹空いて、ちょっと飯食いながらマジでどうするか決め、うん、行きますか。本当にどこでもチンジローでできるんだね。こんな風になるんだね。行きますか、シスさん。俺のトルク法
もうあれいろいろ多分コメントなんでも多分あれ取ると思うから、うん、普通に振るわ。普通に俺がこの右、俺このサイコロを振るためにいろいろと念を込めてるから、はい、行くよ。うわ危ねえ。いやこれ役なしだ、目なしだ、目なし。もう一回いくね。よっしゃ1個目だ、出た、よっしゃ出た、1の目が来ています。あ、ちょっと待てよ、これさ熱い。ちょっと待って、あれよね、好きな額プラス、あれやろ、ボーナスガチャやろ。そうこれ、いや違う、いらんよこれ、俺もいらん、これ、ボーナスガチャこれ1枚なんかなくなる。ちょっと待ってくれ、1枚マイナスが出す。ちょっと待ってくれ、いや、僕の知ってるボーナスガチャ熱いっす。なんか、バジル少なめにあんま嬉しいボーナスじゃないよね。AT 入らんかと一緒なんやこれ。どう、おあれポニーの顔が、待って、この反応は、ちょっと待って、え、何ポニーなんかびっくりしてる。いや、これは、いや、さっきのじゃないな、これは、うん、なんだ、見るよ、見るよ、ちょっとおかしいわ。いこうするよ、見して、うん、いいよ、いいよ。意味だから、え、どういうこと。次のレース、昨日食べた夜飯の分かける。あんた何食べた昨日。あの、プレミアム商品券で食ったんですよ。プレミアム商品券でお酒、昨日プレミアム商品券で。だからもうボーナスじゃねえじゃん。なんでこれをボーナスにして何の意味があるの。これ危ないのが1個だけ、マジで俺ら今地雷踏んでよかったよ。これ足踏んどってん、これ、ね、いや危ない。天才、天才現れる。マジで危ない。ご飯食べる時間なかったもんね。じゃないこれ、うわあ、いやでも5まで届かんか、 2, で2がまくり切ったかも。これもう今展示タイム聞いた感じ、聞いたらもう1号艇の菊池選手が1周タイム1位と展示タイム1位出してる。もう今日ねその人たち全部逃げてるよ。でなんで嫌な顔してるかっていうと、菊池選手の逃げ率 67% なんよね。菊池選手にしたら低いんよ。本当は兄さん頭で行こうとしてたよ。俺は4号艇の吉田選手、コメントでは悲観的だったけどいいと思って、結構こうちょっとグッと行き足よくみんなよりも前に出てくけど、ただ問題は切れる選手がいない。そうだね、ちょっとこれ俺考えるわ。そうだね、はい、そうなんだよな、みんなグランプリ取り行きたいよね。はい、ということで買ってきました。はいはい、本当最後まで1頭か2、3頭か悩んだけど、うん、これは1号艇にバフがかかってるってことは1頭、はい、で、かつこっからないけど鬼絞り、鬼の3点勝負。え、きた、1、2、4と1、3、2と1、3、4、これ1枚分いってる。これちゃんと理由があって、はい、1、2、4にした理由は、はい、3着率が高いの SG12 が見てた4が高いの。なるほどなるほど。で、1-3 の方は1-3が来た時の2と4が3着率高い。だからそこを2と4にしてこれにした。めちゃくちゃ計算した末、この3点。この3点。これ外れたとしても利益は確定してるの、はい、ただ、うん、そう、利益確定してるからって言ってそんなつまらん勝負しない。もう俺はここでちゃんといい飯食うためにこれ買った。これが当たったらいいご飯。いいご飯。これ。じゃあ見ましょうか。マジで決めるけんねこれ。はい。菊池選手、マジ優勝カップ持って帰ってください。本当にお願いします。まずは逃げ、菊池選手まず逃げてください。ここに来た時スリット横一線、マジでさすがスギンソンのスタートいったね。よし、ナイススタート、オッケー、ナイス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 、オッケー。こっからこっからしっかり回って、1号手しっかり回って、これ逃げれる、刺されるな、刺されるな、刺されるな、逃げれる、刺されるな。で待て、丸野選手ない、あー丸野選手はない、いやダメだ、これダメだ、ゴじゃなければいい。今頑張れ、今垣選手、ガッキーの刺身してください。頑張れ、危ない、危ない、あー、うわー、しくっそー、くっそー、くっそー、これいい流れやったのにな、ごめん、これいい飯。菊池選手優勝おめでとうございます。さすが、さすが、
帰ろう。プラスですから。プラス。そうだね。今日トータルでも3万ぐらいプラスだと思う。はい。十分です。いや、楽しかったですね。ウエストのスピード。取りたかったー。ちょっと長くなるね。行きますか。やった。今日の宿行きましょう。なんかシシマル君がいいとこ見つけたらしいけど、うん、いやありがとうございます。いやもう快適な夜を過ごせる場所を探して。いや麦酒ある、麦酒ある。麦酒かどうか分からんけど、フグがありますから。あの火曜日っていうのがめちゃくちゃ大きくて、はい、安いよね、はい、あそういうことね。そうそうそう、火曜日っていうのが大きな意味合いを持ってる。そう、これ土日とかだったらもう倍額ぐらいしちゃうけど。うん、そうか。いや景色もすごいっすよ、これ。あ、ねえねえねえ、あ、これ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 。え、マジで？止水。これや。うわぁ、ちょっと待って、入り口がレベッチ。え、おい、やばっ。いや、ちょっと待って、マジでやばい。いや、ほんとに。いい感じっすね。うわぁ。これ、ねえ、見て。すごくない？え？すごい。庭も綺麗に見れる。ほら、何ここ。で、言っていい？はい、余白多い。ガマボーリの時。余白が多い。ガマボーリの時。めちゃくちゃいい部屋。いいね。で、あと30分後に飯ね。うん。一トップ浴びようぜ。その方がいいね。うん、一回浴びて、うん、最高の状態で、はい、あのビールいただかせてもらいます。体温めて。だって今までないやん。じゃあボーターズ勝利を祝って乾杯。こんばんは、お疲れ様です。いやー久々。温泉の後のビールは絶対やばいで。もう今ね、体の中がね、温泉で温まってるやん。だけど、マジでうまい。あ、どうする？うまそう。大変、めちゃくちゃうまい。あ、シシさんも特に感じる。ほんとだ。これエグいわ。マジ食べてみて。食料ポイントだから。雪とかの炒め。うまい？ごめんなさい。めちゃくちゃうまい。ちょっと飯もうまい。おお、組んだ人の部屋に二次会に使うな。僕の部屋を二次会に使わないでくださいよ。旅行と言ったら、ただね、今日デザートもあるんやけど、一個だけちゃんとしときたいのが、はい、明日誰が一番最初にかけるかって結構大事。あ、確かに。あ、本当っすね。決めて。で、それ1時間後に発表しますんで。1時間後ってもう食べない。じゃあ早くしてください。とりあえず次の指名出しは、正直やっぱ泥酔フォートレス好きなんよ。え？ウォーターズの、え？今一番泥酔してるのこの3人の中で、うん、小さな名前やね。まあもう名前。ここにベロベロの方がおる。目が真っ赤な人がおるの。ちょっと貸してみる。あんた。ベロベロない。いや僕と全然ベロベロじゃないじゃないですか。ただ。時間的にもう今8時やから、はい、レースがもう絞られてるよね。はい、なるほど。今8時20分本人に任すって言って、新次郎だけはちょっと済ましといてほしい。はい、はい、あ、そうですか。テレモードでやるかわからんとしても確かめ。そうじゃあ行きます。うおー、あ、目なしや。まだあと2回、3回連続目なしって言うよ。そうです、俺と同じことで。ちょっとそれはやばいですね。行きます。よし、あー、やばい。あと1回、僕無理ですって。10万ぐらいあるんですよね。あれ、もうあれ、これ無理だって。いけ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 
勢いで勝ちたい。ここの赤と青は疑ってるけど、いや本当にこれ明日に繋ぎますか。今日次の人のバトンに繋ぎますから。いや嘘、いやせーの、いいでしょ。いやいやいいいいでしょ。何いやいいでしょ。何めちゃくちゃ笑ってる。まず何はいどうぞ。ああ、じゃポニーが全部言ってやん。え、ちゃんとあと酒抜きよ。ね、今日今入りたいなら入ってもいいし、はい、明日がいいなら明日でもいい。はい。いやそんなんあれでしょ、入らなダメでしょ。いやいやいいよ本当に、うん、入れそうやったら入ってないと。リスタイム出してるかしら。いいっすか、ちょっと上あー出してない。ただあ、じゃあちょっと前髪に入りたいと思います。OK、 かけた、かけました、かけた、かけました、かけましたよ。デイスイポートレース、はい、発表します。はい、ワンツーワン、幸せは歩いてこないだから、歩いて行くんだ。ということで、ね、僕は戦いは1212全8点か。ワンツーワンツー、買い目は書く5000円でいったよね。ワンツーフラゲンということで、1212全各5000円貼って幸せ歩いてこないです。だからだから僕らが歩いていかないとダメなんですよ。こっちから寄り添っていかないとダメなんですよ。あ、で各5000円で行くんだよ。さしてくれさだかい高橋でもあれか、いやでもね、酔っ払ってやるボトルス楽しい、楽しいですね。まあ3歩進んでも2歩下がるから待ちなさい、負けちゃうんすもんね。明日さ、いくらスタートか知ってる？いや、わかんないです、10万くらいです。5万や5万。いや、お前、僕負けなんすか。綺麗に2トンだ。2トンでないけど、3時間に来たけど。じゃあ明日朝行く前にちゃんとこの状況整理をしよう。ね、そうやね、覚えてない可能性あるけんが、ちゃんとシスさん証言として話したい。はい、じゃあ、俺部屋帰るから。はい、お疲れっす。じゃあ、やってください。いや、僕の、それは僕の部屋です。昨日もいい旅館だったけど、もっといいところも行けるかもしれない。うわぁ8万いってる。やーべ、豪運くんに任せるけど。俺のこと豪運くんって言うの。顔はしっかりまくってきて。よー、早っ、待って待って、ねね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